天皇皇后両陛下が各界の功労者などを招待される園遊会。昨日からの雨も上がり、汗ばむ陽気の中、赤坂御用地で開かれました。午後1時半過ぎ、陛下とともにもみじがあしらわれた和服姿の皇后さまが姿を見せられました。隣には秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女愛子さまの姿もあります。今回が初の和装での公務となった愛子さまはピンク色の振袖姿。園遊会出席は春に続き2回目です。愛子さまの隣にいるのは秋篠宮家の次女佳子さま。お二人が笑顔で言葉を交わされる様子も見られました。今回の園遊会には各界からおよそ1500人が出席。コロナ禍以降控えていた園遊会の名物、御料牧場産の肉を使ったジンギスカンや焼き鳥、ちまきなどが振る舞われました。両陛下や皇族方はパリオリンピックのメダリストや建築の隈研吾さんらに歩み寄り言葉を交わされました。よかったですね。はい、よかったです。ありがとうございます。一投目というのは難しい。そうですね、順番が早ければ早いほどやっぱり試合の空気感がオリンピックの決勝では変わるので、その空気を掴んでいくのに少し時間がかかる。一投目でどれだけ投げれるかで周りの、その次後の選手のプレッシャーも変わってくるので大事なポイントではあります。はい、はい、65メートル。はい、オリンピックは65メートル。北口選手に続いて陛下が声をかけられたのは柔道の金メダリスト阿部一二三選手です。ありがとうございます。いやいや、はい、無事、はい、2連覇できてよかったです。さらに両陛下が声をかけられたのはスケートボードの金メダリスト堀米雄斗選手と吉澤ココ選手。陛下の質問から話が膨らみました。スケートボードってこれ芝生の上に入ってます。ちょっとこうスロープになってる。私子供の頃スケートボード滑るだけは滑ったことがある。そうなんですね。友達が持っていて家の前が坂になってたので、そこでこういう感じで滑っただけなんですけど、何回か楽しくてやってました。また初めて和装で公務に臨んだ愛子さまも体操の男子チームや車椅子テニスの上地結衣選手、田中真奈美選手らと親しく言葉を交わされました。両陛下や皇族方との歓談は大変思い出深いものとなったようです。今日もカステラのお話もしましたし、国民スポーツ大会で生でやり投げを見てくださったっていうお話もして、まさかやってると思わなかったので、驚いたし。和やかな雰囲気の中行われた秋の園遊会。一方で注目されたのは出席者の名札です。4月に行われた春の園遊会では岸田前総理の妻裕子夫人の名札には岸田文雄夫人とだけ書かれ、本人の名前は記されていませんでした。このように招待者の配偶者に本人の名前が書かれていなかったことに SNS などで批判の声が上がったことを受け、今回の園遊会では本人の名前が明記されました。そうした中、両陛下や愛子さまは出席者一人一人と目を合わせ
にこやかに歓談されていました。